皆さんこんばんは、広里伊藤ライブアットカサディオゲネスに、お越しいただきまして誠にありがとうございます。今日はピアニストの方がゲストでいらっしゃるんですけども、その前に一曲僕一人で、お届けしたいと思います。プレリュードアキスお聴きください。Thank you.
がとうございます、プレリュードアキスお届けしました。それでは早速なんですけど、今日のねゲストをお届けしたいと思います。あ、何ですか、ちょっとお前さんね、何がありました。はい、え、どういうことですか。ん、あ、はい、こっち見てます。どういうことですか。OK です。あ、ちょっとゲストをお呼びしたいと思います。ピアニスト林一さんです、どうぞ。今日はですね、前回、僕の、リーダーやってるバンドクイーンクランツの、ベーシストのヒデミヤさんを呼んだんですけど、今日はそのクイーンクランツの、バンドメンバーである林一さんを、お呼びしてですね、クイーンクランツの曲を、5曲ですね、今僕がスタンダード曲をお届けしたので、概要欄に貼ってある、曲順のリストの通りに進めていきたいと思います。で、まあ、前回はあの1曲終わるごとにちょっとこうコメント挟んだりしてたんですけど、まあ、2曲ずつぐらいお届けしながら、でその間にコメントとかね返しながらいきたいと思います。なので、もしよかったら最後までゆっくり楽しんでいってください、お願いします。ね、ちょっととりあえずやりましょうか、ね、2曲ほどお届けします。1曲目は、クイーンクランツのセカンドアルバムから、イブニングシから、そしてもう1曲ですね、フォギーモーメンツという曲続けてお聴きください。
Thank you.
ありがとうございます、ポギーモメンツ、そしてイブニングシカダ、続けてお届けしました。ちょっとコメントの方を、ね、読んでいきたいと思うんですけど、今日ね、なんかでっかいモニターにしてくれたんですか、マスター、ありがとうございます。今日もあのこちらのカサディオゲネスさんという素晴らしいスタジオからお届けしております。ちょっとこれ戻れますかね、マスター、いきます。よかったら林さんもマイク取っていただいてちょっとお話ししましょうか。ありがとうございます。皆さんこんばんは。こんばんは。あ、パチパチが多いけど意外とあれですね、結構みんなしっかり聞いてくださってるな、感動ってね。ちょっとこれね、そうですね、僕ら的にもちょっと感動っていうかね、あの林さんがツイッターとかにつぶやいてたんですけど、結構本当に半年ぶりですよね。本当そうですよ、2月以来だから。2月以来だから、え、あ、そうか、本当に綺麗に半年ぶりなんですよ。で、その時は一緒にツアーで東京とか行ったりとかしたんですけど、まあ、ツアーというかプチツアーみたいな感じでね。そうそうそう、意気揚々とね。そう、意気揚々とね。もうなんかもうすっごい熱くなってましたよね。熱くなんかよくわからんけど熱くなってました。そうそう、終わった後も結構話し合ったりとかして、いや、このままじゃあれなんだって、もう今となっちゃう、そんなこと、あ、夢のあれ、うん、ね、夢見てたみたい。夢のごとしですよ、本当に。あの頃はだからその熱く語り合えたけども、今なんかその語り合うものがないみたいなね、ことにちょっとなっちゃってるんですけど、す、ね、ただあのクイーンクランスというバンドはもちろんなくなってもないし、あのメンバーもね、このメンバー5人のままで一応継続してやっていく予定なので、あの皆さんね、この5人揃う日を待ってほしいですね。まあ、もしくはゲストの、ここはね、カサディオゲネスさんは、このか、イブニングシカダという曲の PV で使わせていただいたんですけど、その時に、ゲストで入っててもらった純子さん、僕らの純子さんとまた6人でね、やれる日が絶対ありますので、来ますので、それをね、ぜひ楽しみに待っていてほしいです、ね、ちょっとタケさんに感動って言われるとね、もう僕らもうるっときちゃう。あ、こんばんは、好きな曲ですとかね、ロマンティックかつ元気出ますとか、ありがとうございます。ね、一応なんだろう、こんなこと言っていいのかあれなんですけど、まあサブスクリプションっていうか、あの Apple Music とかで結構配信流してるんですけど、一応一番再生多いのはこのイブニングシカダっていう曲で、あの僕もすごい思い入れの強い曲ですね、はい。そして素敵ですとか、ありがとうございます。林さんのピアノの音色とギターの音色のちょっと読めない融合画か、融合画で来てますね、ありがとうございます。ちょっとね、初めてピアノ、この配信、3回目になるんですけど、初めてピアノと一緒にやるので、どんな風にね、配信で流れてるのかっていうのはちょっと気になるところではあるんですけどね、融合してれたらいいですね。そして里見さん、あ、いつもありがとうございます。里見さん、ありがとうございます、素敵です。そしてこの方ちょっと初めてですね、ルテリア、ルテティアさん、帰宅して間に合いました、ありがとうございます。竹さん、キャー、こんばんは。いや、本当にいつもありがとうございます。竹さんも、ブリューレンさん、待ってます、待ってます。いや、本当に来年はコンサートやりたいですね。ね、うん、もうさっきもちょっと話してたけどね、もう、まあ、まだまだそういう雰囲気はあるけどね、まあ、できなくもないんじゃないかっていうね、感じにもなってきてるので、来年あたりやっていこうと思います。またよかったら来てください。ちょっと水飲んでいいですか、ごめんなさい。まあ、林さんの近況とかもちょっと聞いていきたいんですけど、最近何されてます？家で。家で何してますか？ゴロゴロしてます。お盆とかあったけど結局行くところがないじゃないですか。、はい、だからみんな何やってんのかなって気になって、結構だから本当に僕のクイーンクラスメンバーと会うのも久々っていうか、まあ、あの PV 撮ったりしてちょくちょくはお会いしてたんですけど、まあ、それでもやっぱり頻繁に会うわけじゃなくなったので、まあ、みんな本当何してんだろうっていう感じ。うん、僕はあれですよね、まあ、ライブはそこそこに、そこそこにって言って、別にライブやりたくないわけじゃないんですけど、うんうんうん、そこそこになっちゃってるんですけど、いや、もう僕もです、うん、やりたいのは山々なんですがっていう感じなんですが、まあ、その分をこう YouTube のね、ソロピアノ動画をですね、自分のチャンネルでコツコツと、上げてますね。もう結構たまりましたね。自粛期間、何本ぐらい上がってます？何本ぐらい上がってます？今30本以上、30本以上上がってますね。すごい。4月ぐらいから、あ、3月末ぐらいから始めて、まあ、ちょっと間、ちょっと、うんうん、空いちゃったんですけど、やってます。そう、僕も見てるんですけど、すごい綺麗な曲も、僕の大好きな曲もいっぱいやってるし、林さんのオリジナルもいっぱいやってて、で、概要欄の方に、チャンネルの
リンク貼ってありますんで飛んでください。そしてぜひチャンネル登録よろしくお願いします。もう清き一票みたいな感じで今結構やっぱりこの自粛期間中ですごく YouTube のチャンネル登録みたいなのがすごい大事になってきてる感じがあって、もう僕も結構あの気合い入れてやってますんで、よかったらね今日のチャンネルも気に入ってくれたらぜひ登録していただけたら嬉しいです。そしてこちらのカサディオゲネスさんの、チャンネルもできました。ちょっとごめんなさい、概要欄間に合わなかったかもしれないんですけど、カサディオゲネスっていう風に調べていただくと YouTube の方でももうチャンネルが出てきます。で、今はまあ僕たちが主に生配信ライブって形でやってるんですけど、いずれはですねもういろんなジャンルのミュージシャンが来たりとか、毎日ねこうやってライブ配信するような場所にしたいってマスターがすごい熱く語ってるので、ぜひねあの皆さん応援していただけたら嬉しいです。よろしくお願いしますお願いします。今マスターからもお願いしますってね、あのいい声が来ましたんで、ぜひぜひ。はい、まあ、あの本当に話したいこともいっぱいあるんですよ。本当にライブあのやって、さっきも言ったようにねぼちぼちやってますみたいなこと言ってるんですけど、あのやられてるんです。9月にもリーダーがあるしね。でもその時とかにやっぱどういうことを気遣ってやってますかとかね、やっぱりそのギチギチのお客さん詰め込むわけにはいかない状況なんでね、どういうふうにやってるんだろうかなとかね、そういう話とかも聞きたいんですけど、まあどうかな、次の曲をお届けしようかな、前回ね僕ちょっと個人的な反省でね、あのちょっと喋りすぎたかなみたいなこと思ってたんですけどね、皆さんどうですかね。あの本当にコメントに自由にねいろいろ書いてほしいです。でなんかこういうことやってほしいなとかね要望があったら、まあ答えれる範囲であのやってきますんで、あのぜひなんかコメント打ってくれたら嬉しいです。でもなんかいつもこんな感じかな、コメントの感じ雰囲気、あのこうやってみんなでバチバチってね、一回宮坂さんが出てもらった時とかはなんかねすごいあのなんか植物の話で盛り上がったけどね、もう全く音楽関係ないっていうそうそう植物の話なぜかね盛り上がったりして、それではねまた2曲ね続けてお届けしたいと思います。1曲目はですね、こちらファーストアルバムか、まあ、両方とも、ファーストアルバムからお届けしたいと思います。ペトリコールというね、雨が降った後に立ち込める匂いという意味でつけた曲です。そしてパッション&ゼール、これは情熱と熱意という、ね、意味を込めてつけました。2曲続けてお聴きください。
Thank you.
がとうございます、ペトリコールとパッション&ジールをお届けしました。どうですかね、ちょっとコメント、読ませていただきます。まあ、でもあの情熱的イエーイとかね、もう結構皆さんしっかり演奏を今日は聴いてくれてますね。本当に嬉しいです、ありがとうございます。お二人のデュオ、ストリングス以来です。音質音色バッチリです。名古屋に行けるのはいつになるでしょう。そうですね名古屋の、まあ、今名古屋も東京も大阪も同じぐらいだから何とも言えないんですよね。あの気軽に来てくださいとかね、あの前だったらねもうすぐ言ってるんですけど、今はちょっとねそうも言えなくて、まあ本当に安心して万全の体制で来れるようになったらとかね、まあ、ちょっとでも行きたいなって気持ちが勝ったら来てくれたら嬉しいです。でちょっとねまだ企画できてないんですけど、やっぱりあの林さんとも結構デュオでもやってたし、まあ、もちろんこのクイーンクランツもやってたし、なんかいろんなバンドでももうあの一緒にやってこうなんか長い感じがするので、なんかまたねやりたいんですけど、そうなかなかねこう前はね結構パンパンパンって企画をすぐねあの生み出してたんですけど、なんか今それがねちょっとそうすぐにはなんかできないっていうかね感じがあるんですけど、でもやっぱライブハウスさんの方からちょっとオファーがあったりとかするので、またちょっと2人でもねライブハウスでブッキングしてやろうと思ってますんで、ぜひその時は東京から来てくれたら嬉しいなとか言って思ってます。伊藤さん、林さん、ディオ本当に大好きです。 ありがとうございます。本当てかなんかよくあの見知った今日は顔ぶれと言いますかね多分林さんの知ってるね、僕は知ってる人ばかりです、ね、そうですね、僕もそうですね、ちょっと見てるとあのチャット参加してくださる方、ね、でもで、ね、見てる方チャットに参加してなくて見てる方たくさんいると思うんで、うん、あの頑張ります、はい、そうなんです、そうなんです、だからそうあのよかったら気軽に本当ねしていただけたら嬉しいんですけど、あの結構いつもねあの常連の方がコメントくださるのは結構僕は嬉しいです、励みになります。ありがとうございます、ありがとうございます。届くかなってね、ありがとうございます。そう 届いてます届いてます素敵、ありがとうございます。そうお酒とかとね一緒に、この配信見てくれたら嬉しいですね。ちょっとごめんなさい、時計が今持ってなくて、あそこに、あ結構やってますね、気づかぬうちに。あの初めねもう1曲ぐらい増やそうかななんて言ってたんですけど、ちょっとねこれで良かったんじゃないかなってね思ってます。やっぱねあの久々なんですけど、6ヶ月ぶりなんですけど、本当にもうすぐねあのホットな演奏が2人でできるのでね、もうありがたくて幸せなことですね。本当そうですね、うん、ブランクを感じな い本当に6ヶ月演奏してないもんね。そう全く一緒に演奏してないですよ、もう本当に一緒にお茶とかはしましたけど、カフェでお茶はしましたねそうそうそう、あと当て振り、あそうそう当て振りで、クイーンクランツのねまだね、名古屋アーティストエイドの方では上がってないんですけど、多分ね時期に上がるんじゃないかと思いますね。あの僕らの PV もね、もうすぐ発表されますんでね、よかったら見てほしいんですけど、そう本当にだからその時以来なんで当て振りで一緒に演奏したとは言わないですね。いや演奏じゃないんですね、あれはねそうそう、なんで本当にだからまあやっぱりこうやってバンドとかね、まあそれ以外でも長く絡んでるとですね、こうやって久々に会ってもこうやってかっこよかったりできる、うん、まあ僕らは今かっこいいと思ってやってるんですけどいやだいぶ活かしてると思いますよちょっと今日林さんめっちゃ喋ってくれるそうそうそう、そう活かした音楽やってますんでね、活かしてますよ。そうでここでちょっと一つだけ、せっかくも活かした音楽してるって流れになったんで、この活かした音楽ぜひね気に入ったぜ、今日いい感じだぜっていう方、よかったらですね投げ銭のページを作りました、新しくで今まではねアマゾンギフト券でお願いしてたんですけど、まあ、前回から、投げ銭のページを僕作りまして概要欄の方に貼ってあります。そしてさらにですね投げ銭の仕方がなんだかわからない、新しいやり方になれないって方、投げ銭ガイドを作りました。そうもうせっせと作りました、そのね投げ銭のページの下にねガイドって書いてある、投げ銭ガイドみたいな、でそこを押してもらうと、まあ、僕のホームページに飛ぶんですけど、そこのねドネーションのところにクッと来てね、で、こう説明が書いてあります。クイックガイド5ステップ、5ステップでいきます。でその後、まあ、5ステップでも分からないって方はもうさらに細かい説明がね写真付きで載ってますので、ぜひそちらを見ていただいて、ね、感動したら、まあ、そこから飛んでいただいて、もう本当にどんな金額でもよろしいのでいただけたら本当に嬉しいです。よろしくお願いしますはい、活かしてます、かっこいいです、ありがとうございますそうそう、ね、いろいろ試行錯誤して本当ミュージシャンやってます。で林さんの方も今 YouTube のライブ配信やってます。次回はまだ決まってないのかな、
次回はこの前あの試験放送みたいなしまして、うんうんうん、あの初回ですね、そうですね、で大失敗しまして僕も見てましたそうそうそう1時間遅れちゃったんですけれども、そうですね、来あの、まあ、近いうちにまたやろうかなと思ってます、そうそう、まあ、次回はまたオンタイムで始まると思うのでよかったらねそう操作方法分かったですあのチェック してください、あの、はい、それも概要欄の方に貼ってありますんで、ね、まあ動画の方もそうだし、ライブ配信の方も、そして、まあ、生ライブの方も、ございます。9月ソロピアノとかもあるんですが、そのトリオが9月6日に決まってます。トリオ9月6日ジャズインラブリーで、あの、やります。ぜひあの、はい、僕のクイーンクランツのメンバーの、ベーシストと、ドラマーも出ます。なんでもうすごいホットなサウンド、僕もね遊びに行けたら行きたいんですけど、ちょっとあの後でスケールチェックしていこうと思ってるんですけど、もう本当に素晴らしいので、ね、ぜひ、そしてソロピアノとかもやってるんですか、来月は。ソロピアノはいや、それだけですよ。あ、それだけですかね。だからあとはもうじゃあ配信の方でぜひ見てほしいです、はい、で僕の方も、まあ、来月1本、あ、それラブリーでやってますね。僕はカルテットでやってるんですけど、その前に今月ね、あのスターアイズっていうあの加工山のお店で8月26日に僕のリーダーライブ ギターカルテットやってますんで、よかったら、来てください。そこではですね、まあ、スタンダードジャズを、中心にお届けしております。それぐらいかな、大丈夫ですかね。まあでもとりあえず、うん、このチャンネルは毎週一応目標で、ライブコンサートをお届けしていきますので、ぜひね、あのチェックしていただいて、まあ、もしこう本当に気に入ったって方がですね、周りの方にちょっと勧めたりとかしていただけたら嬉しいです。また高評価とかね押していただけたらもう救われますね、僕の心がなんで、ぜひよろしくお願いします。さあ、それでは、まあ、1時間ほどお届けしてきたんですけど、いつもよりもしかしたら長いかもしれないですね。最後の曲をお届けしたいと思います。最後の曲もね、ちょっとホットな曲持ってきました。クイーンクランツやるとね、あのいつもの3倍汗かくっていうね演者が、そんな内容なんですけど、最後はファーストアルバムの、中からですね、メイという、5月という意味のメイという曲をね持ってきました。まあ本当にクイーンクランツまた、コンサートを企画しようと思ってますんで、その時はぜひお越しください。本日は、お聴きいただきありがとうございました。最後にメイお聴きください。
皆さん、本日はご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。一応終わった後にトークっていうね感じにしてたんですけど、まあちょっと今日はどうだろう、もういっぱい喋ることもできたしね。まあなんかラフトークします。します。ラフトークします。別に退出したい人はしてもいい。あ、そう、退出したい人も一応ねステージの方はこれで終わりなんですけどじゃあラフトークとか最後にちょっとしてね終わろうかなと思います。アンコールアンコールって聞いてるんですけど、ね、どうだろうな、ちょっと結構今日演奏長めにしたからね。まあまあまあ今日はこんな感じに。あ、なんか来てるよ質問が。なんで？あ、違うわ。素敵なお部屋、ブラックとホワイト、そしてブルー、音楽を奏でる姿、ありがとうございます。のりこさん。ブルー、あ、ブルーは僕なのかな、じゃあ。今日はブルー来てますけどね。そして、またクイーンクランツを組まれる前に、お二人でキラのインテルサットで名誉を演奏した時の感動を忘れていません。今日も素晴らしい演奏をありがとうございます。あ、懐かしいですね。誰だか分かりましたね。コメント書いてくれてる、はい、ありがとうございます。そうですね、キラのインテルサットね、しばらく行ってないんですけど、またこう機会があったらぜひね行きたいし、あの頃からメイやってるからなんかちょっと思い出深い曲かもしれないですね。そうですね、感慨深い本当に。アンコール、はい、アンコール来てますよ。アンコール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 、ゆうこ K さんも来てる、ね、ありがとうございます。ゆうこさんからも、どうしよう、はい、じゃあ何やろう、まあ、もうちょっと今日クイーンクランツ曲はねじゃできちゃったんですけど、どうしよう、何かじゃあ最後スタンダードナンバーお届けしましょうか。ジャズならではの、どうでしょうか皆さん、何か一曲演奏してもいいですかね。ちょっとラグがある
何リクエスト募ってるんですか。あ、募ってるわけじゃないけど、 あったらやりますよ。もしリクエストあったらどうだろう、何かあるのかな。そうそう、まあやりましょう、やりましょうか。じゃあなんかやります。一曲やります。
イエーイ皆さんありがとうございます。ありがとうございます。かっこいい酒笑って楽しい、ありがとうございます。楽しみました。はい、楽しみました。十分楽しみました。もう本当に十分楽しくやらせていただきましたまあね、トーク聞いたってしょうがない、もうやっぱり音楽で語り合おうってことですよね今日はね、もう本当に存分にお届けしてきました。もう本当に相変わらず首が、あー、ごめんなさいごめんなさい、ピアニストの林さん本当に素晴らしくてね、すごく僕も楽しく演奏できました皆さんもね、本当にご覧いただき、本当にありがとうございました。もし気に入った方いらっしゃいましたら、ぜひね、概要欄から投げ銭の方よろしくお願いいたします。僕たちの励みになります。ぜひよろしくお願いします。そして来週はですね、ちょっとあの配信できるかまだわからないんですけど、再来週は今度はですね、三輪和人さん、サックスの三輪和人さん、クイーンクラウンズのサックスプレイヤーですねが、登場して、またデュオでお届けしますので、ぜひね、その時もお見逃しなく、そしてまたきっとね、林さんと、お届けすることもありますので、絶対 近いうちにですね、ありますので、その時はぜひお越しください本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。林さんでした。伊藤博里、ありがとうございます。YouTube チャンネルそう、YouTube チャンネルチャンネル名あるの？あー、クイーンクラウンズですね。あー、クイーンクラウンズ、ごめんなさい、クイーンクラウンズのチャンネルから、クイーンクラウンズ、クイーンクラウンズ、林内、あ、ゆういち林かな、どっちかな。あー、はいありがとうございました